こと土日に考え続けてたんですか？まあ、インパクトは。アプリ発作でもあるんじゃないです？涙ぐんでるんですか？いや、泣けるかもしれませんが。テスト対策はそこまでですよ。何なんですか、いきなり。 B 級感満点です。いけてません。毎朝毎朝飽きませんね。
やっと中間テストも終わったね。うん、とってもすがすがしい気分だよ。黙々と勉強してたし、無言で試験を受けてたよ。ただ目は死んでた。書き込み一つで大騒ぎだったことは記憶しておらぬか？書き込みどうなったかね。でもコタロウくん、ネットは方針なんだけどもね。
生だって言ってたのに。これじゃあ導火線の短い人だよ。どうしてこんなことしたの？おばか。ネットでの無知は断罪されるべきものよ。まずは続きを読んでみなさいね。嵐じゃ、嵐が来ておる。愚かしきこと。言ってないよ。そんな精神状態で直に会ったらダメでしょう。ネットの問題はネットで解決しようよ。さっさと謝ってとっとと終わらせた方がいいと思うんだ。何する気？
吉野くんを連れて行く腹積もりなんだ。無理じゃないかな。でもここで頭下げないと学校中からソース感食らうかもだよ。きちんと謝ればきっと通じるよ。これなら誠意も伝わるよ。だといいわね。恐喝。だから恐喝。天王寺書き込みあり。試験も終わったばかりで退屈なのでしょうね。うちの子たちのお祭り騒ぎ好き相当なものよ。邪悪なものを召喚しようとしてる。ギャルパンチ。怒りで我を忘れていたみたい。もう大丈夫だよ。ついでに初対面に対する態度でもないね。と、かわいそうなんだよ。だから許してあげなよ。書き込みよ、天王寺。粘着する気のようね、この一年。でも会長さん、私不思議です。どうして他のコメントつけた人たちはこの一年生のことを叱らないんですか？よくいる輩だからでしょ。
いちいち相手をしても仕方がない。それに部活をしている公的な立場とただの書き込みとでは適用する倫理の重みに差が出るのは仕方がないこと。そうですよね。実際はここまで好戦的じゃないはずだよ。だって私生活でもこんなだったらとっくに有名になってる。そうね。今年の一年生でそんな素行の悪い者がいるとは聞いていないもの。ネット弁慶、ネットヘラクレスの類と見て間違いはないでしょう。勝手に略さないで。まさか会う気？それ喧嘩って言う。だけど暴力を振るったら、それは良き言葉。うん、綺麗だと思う。会長もそう思いますよね。ええ、とても綺麗事だと思うわ。そう、でも心配。小太郎くん、たまに理性を手放すことがあるから。理性とゴミのポイ捨ては良くないことだよ。え、怖い。こんな痛いこと書く人だもの。もふー、そこまで言うのなら。特定しろというの？できないこともないが、あまり便利に使われるのは好まないわ。どうだか。分かったわ。一年 C 組の。うちのネットワーク管理は教員でね。すごか権力体。敵に回さないようにしなきゃ。てめえとの馴れ合いにも飽き飽きしていたところだ。同感だな。いいぜ、受けてやる。場所と刻限はどこで散りたい。
申し込んだ側が決めていいぜ。嬉しいぜ天王寺。こいつはなかなかの申し出だ。こいつはヘブンだ。当然だ、断る理由がねえ。さあどこへなりと連れて行きな。俺の闘争本能を戦いの熱波で焼き付かせてみろ。1年どもの会じゃねえか。こんなとこで追っ始めようってのか。なことはねえが、1年なんざどうでもいいが、教師どもが来たらうぜえぞ。そいつは確かだな。まさかてめえに硬派を解かれるとは思わなかったぜ。あ？あ、はい、江頭ですか。そんな高校1年生は漫画でしか見たことないです。呼んできます。あの、江頭で。天王寺、こりゃどういうことだ。そいつはいい。だがこの1年はどうしたことだ。勝負にどう関係する。話ですか。ねえ、こいつはそういうやつじゃねえだろ。見ればわかる。血に飢えた狼の気配はわかるもんだ。こいつは平和な世界で自分らしく生きりゃいいタイプだ。天王寺、ことと次第によっちゃマジで弾くことになるぜ。関係のやつ巻き込んでんじゃねえぞ。こら、俺には関係ねえはずだ。
なんだその意味不明な式もどきは。おい一年。はい。てめえ、俺が憎いのか。いえ。だろうな。し、また時間を無駄にさせられたぜ。クソ。それはもう拘束権なんじゃ。いえ。ドップラー効果ってそんなでしたっけ。すいません。そこまでには見えなかったですけど。どういうご用件でしょうか。あのご用件、ご用。いや、あれは、なんというか、通過儀礼的な、ネット社会におけるイニシエーションみたいなものでして。すいません。ゼブラ。分かりにくっ。僕喧嘩なんて無理です。勘弁してください。もうしませんから。え、あれはもう閉鎖するしか。でも、それで鎮火するかな。どうかな。ネットの口論って一人歩きしちゃうから、行くところまで行かないと。それにずっと匿名で書き込んでたんで、謝罪したとしても僕が最初の人物かどうか信じてもらえないかも。多分態度が違いすぎて偽物って扱いになるかなって。先輩の暴言もちょっとあれだったので。はい。それか貝を叩
ダメか。え？どういうことですか？僕はすでにボディービル愛好会に所属しているんですが。それはそうですよ。ボディービルを見て楽しむ会ですから。辛いのは苦手なんで。挨拶？喧嘩してたけど和解したみたいにアピるんですね。それで許してくれるなら。実は一つあります。はい、先輩。すいません。はい。
礼いたします。脅かしたんだね。ネタを提供させたそうだけど、そちらの方はまともなのかしら。ほいじゃあどうする。ツチノコは満腹のヘビ、ツチノコは手品。未確認の動物はいても、その中にツチノコはないでしょうね。あれこそまさに流言飛語。おや、素直。どうやるの？校内のことだしね。ツチノコ目撃報告、確かに最近よく耳にするわね。これからすぐに行けば人も残ってるかもね。行ってらっしゃい。いや、とても面倒。二人で行く？嫌のうち。純度 100% の拒否。キモいわ。青春言葉、今時流行らないんじゃなくて？地道な作業になるのでしょ？どうせ無駄骨を折ることになるとわかっているのに、なぜわざわざ疲れるようなことをする必要があるの？報酬は受け付けないのよ。そんなことは理論的には起こりえないわ。起こりえないわ。毎日戦場に出ているもの、戦場の魔女なのよ。ワンプレイで500キロカロリーくらい消費をしている心構えよ。煩わしい。わかったわ。付き合ってあげる。ただし、私は見ているだけ。聞き込みはお前がなさい。では15分後に中庭で合流しましょう。
おまた。うん、お弁当。400円、抜きなら300円だよ。イナゴ。慣れると癖に。300億万円。マージン取れるんだ。うん、私そんな欲深な女じゃないの。でも取れるなって思ったら気になっちゃったの。それいいかも。眩しいのよ。溶けそうなほどにまばゆいのよ。おのれ太陽、肌がチリチリいっているわよ。体質的に日光が苦手になったのやもしれないわ。深夜番組見たいのよ。会長も食べますか？私は結構よ。昼はそれほど食べられないだけ。起きたばかりということもあるし、これだけでいいわ。俺は見なかったな。でも俺の知り合いは見たかもしれない。まだこの辺りにいるはずだから話を聞いてみれば。土の子？じゃあ知らない。部活の後輩が知ってるかも。この辺りにいるよ。土の子探してんの？マジで？いやすっげえ。俺は見たことないけど噂は聞いたことあるよ。先輩なら知ってるかもな。この辺りにいるぜ。ツチノコ？ああ、最近噂だよな。この近くに出るとかって噂だ。でも俺は見たことないけど。悪いな、力にはなれないよ。
ツチノコ？マジで言ってんすか？マジウケる。正直どうかって思いますよ、その年でね。にしてもあれっすね、先輩ってもしかして夢見がちなタイプってやつっすか？クラスでいじめられてたりして。だっせー。失礼なこと言ってすいませんでした。調子乗ってました。どうか目つけないでください。いい情報かどうかわかんないっすけど、校内の子たちで最近変な蛇が出るとかって話は聞きました。お前の探してるもの知ってるぜ。はっきり言って大好きだ。見ただけでたまらない気持ちになる。ああ、今朝も目撃したぜ。俺の家の食卓だ。今朝も食ってきた。超うまだぜ、ハチの子はよ。あなたの探しているものを知ってるわ。はっきり言って大好きよ。見ただけでたまらない気持ちになる。今朝も目撃した私の家の食卓よ。今朝も食してきたわ。そう、激うまよ。トチの実はね、あ、トチの実ってのはトチの木の実で、詳しいことはネットとか辞典で調べてみてくれる？戻るべきだと思うわ。何を勝手に漁っているの？カメラはそこの棚。メモリのカードはどこですか？一緒に入ってるわ。借りていいです？ご自由。1000枚取れるよ。やあ、じゃあ改めて、こんにちは。流行るかもしれないわね。人に会ったら開口一番ゲ。短くていいわね。なんかよくわからないんですけど、とりあえずなんでコタローがこんなところにいるんです？逆に聞きたいわね。なんであなたは
今までこんなところにいなかったのかしら。それは。まあいいけど、毎日顔出せとも言ってないし。だって同じようなとこばっかりで、どこだかわからなくなるんですよ。なんか知らない人たちにチクチク裁縫するよう勧められて、そっちに行ってばっかりで。空き教室を拠点に活動してたわね。そういえば同好会だけど。一生懸命断ろうとしてたんですけど、ようやく断りきれました。そりゃ難儀だったね。そのうちシベリア行きの船にでも間違えて迷い込んで死ぬわね。アカネさん、冷たい。それと手芸同好会は掛け持ちでもいいのよ。もうありはいいです。で、ちーちゃんもここ所属なの？はい、多分そうです。せっかくだから付き合ってあげなさい。でもあなたとしてもこの子のパワーは欲しいところでしょ。そうね。なんかよくわからないですけど、アカネさんがそう言うなら。一緒に回ろうよ。土の子って何です？私も公式設定知らない。私の知っている範囲だと、ツチノコはかなり歴史のある未確認動物ね。銅の膨れた奇妙な形のヘビ。この生き物は古くから何度となく目撃されていて、記録にも残っている。最も古いものでは、長野県で出土した縄文土器の飾りにツチノコに似た生き物が確認できるそうよ。わ、古い。野槌の正体がツチノコという話はあるようね。神話的背景が絡むとことは一気に複雑になるのだけれど。野槌？野口？目も鼻もない大口の怪物と描写されるわね。これは野に潜み小動物を食べると記録にあるわ。でも野槌は元は神だわ。野口さんは神様なんですか？例えば古事記には茅の姫の神
という女神について述べられていて、これが野槌の神と呼ばれている。れっきとした女神よ。イザナギとイザナミが産み落とした。カヤというのは植物、つまりは緑の神であるということ。女神様が妖怪になったんですか。神話では神聖の変質がたびたび起こるわ。かつて神だったものが他の宗教などに併合された際に悪神に貶められ、やがて単なる悪しきものへと追い落とされたりするのね。逆に寸胴の蛇という怪物的な存在がいたとするなら、時に崇められて神聖を帯びることもあったのかもしれない。先の縄文時もそういう信仰の存在を示しているというのは一つの考えね。はあ、ほう、おもろいかも。おいしいんでしょうか。この子食べる気だ。仏教が伝来し広まるその過程で、日本の神々が仏教に取り込まれた。しかし野槌の神は文字通り野に放逐され妖怪化した。あくまでそういう説があるというだけの話だけれど、実在を疑う身としては神話的な想像によって野槌から土の子が創作されたのだと論陣を張りたくなるわね。古事記と土の子が結びつくかはともかく、古い文献や各地の郷土史に胴が太い蛇の報告例が多いのは事実ね。天王寺の好きな言葉で説明するなら、日本最古の UMA かもしれないわ。ああ、神武天皇がいたわね。水方熊楠という学者は野槌マムシ説をそれとなく展開しているのだけれど、私もこの辺りを推したいところね。土の子は満腹蛇。なんだかよくわからないですけど、それっぽいのを探せばいいんですね。写真撮る。バカな。
バカにしてませんか、それ。なんか引っ張られてるんですけど、引っ張り返します？からですね。こんにちは。捕まえた？ありゃ。捕まえたの？あら？部外者なのですが、訳ありとお考えいただくことは可能でしょうか。私もそうですが。はい、この近くにツチノコが出るという噂を聞き、それで忍び込んで探しておりました。このゴム模型はツチノコ釣り用のルアーです。私が開発しました。メスのツチノコを模してますから、オスのツチノコが釣れると考えます。懸賞金はいただきです。これおもちゃなんですか？よくできてますね。24歳になります。決まっています。海外旅行、並びにブランド品のバッグ、さらには高級衣類、高級腕時計、この冬の新作ブーツなどの購入費に充てる予定です。それはとても的確な表現です。ユーマハンター、つくのと名乗ることにいたしましょう。
写真ですか。面割れは少々困りますね。きっぱりとお断りします。職務上の問題などもありますので。わかりました。あなたの熱意に打たれ、私の心もほだされました。何でしょうか。さようでございますか。これは失礼いたしました。では私は仕事がありますので、これで失礼したいと思います。お気遣い、痛み入ります。それでは失礼いたします。ご苦労様。目的達成です。それはフィルター設定で、人の顔には自動的にかかるようになっているのよ。せっかく美人に撮れてるんですけどね。だわけ。第三者の顔を写して問題になったら、またブログ炎上するわよ。だわけ。案外喜んでくれたりしないですか。だわけ。再び嵐が巻き起こっても良いなら、あなたの責任でそうしなさい。だわけ。2回目。生徒が賞を取ったとか、部活で勝ち抜いたとか、そういう場合は顔を写すのも問題ないというのが暗黙の了解らしいわね。当然でしょ。認識が甘いのよ、お前は。
天王寺くん、おはよう。Thank you.
祭についての諸注意を。アルバイトなどの課外実習をするには事前に申請をするように。学校としてはボランティア活動を推奨しますが、最終的な判断は各自よく考えてするように。お前どうする？もちろんアルバイトだ。不良型経営に寄与するぜ。おお、ビジネス戦士だな。そっちは？ KFC収穫祭限定ビアホールのボーイ、時給5割アップ。ああ、そのバイトめっちゃ大変らしいぞ。兄貴の話だと収穫祭が終わる頃には人として一回り大きくなってるとか。どんだけ大変なんだよ。収穫祭開催期間中のアルバイト申請締め切りは？増やそう委員会からお知らせです。緑
を増やそう委員会では、収穫祭が終わるまでの期間、町の各所にハーブの鉢植えを置くことになりました。ボランティアになります。鉢植え作りと鉢植えを置く仕事があってありまして、手分けしてやることになります。それで参加してくれる方は職員室前で用紙に必要事項を記入して、隣に設置されるこのミニポストに投函してください。で、それとボランティアなのでお金は出ません。日程ですが、毎週金曜日の夕方と土日の昼間に活動してます。出られる日だけでもよくて、あと一日だけとかでも大丈夫です。それと、希望された方は全員参加してもらえる形になります。一日でも参加してくれた人にはわずかな水ですくすく育つ芝生ワッペン、3日以上参加してくれた人にはミニサラダガーデンを差し上げます。また希望者にはハーブ鉢植えをお分けすることができます。あと直接現場に来てくれても参加は大丈夫です。お家族やご友達を誘ってぜひご参加ください。終わり。それは罠よ、天王寺。ブログは手数。
その時お前はアルファブロガーにもなれよ。ちゃいなさい。アルファブロガーは日に3度更新することもあるという。時間は余るものではなく作るもの。会社の傘で更新すりゃいいのよ。身内の犯行。ネタの蓄積があれば選択肢が生まれる。天王寺、勝ちたいならネタを探しなさい。そして記事を書き、頻繁に更新なさい。さすればバッキバキやで。そういうことを言うキャラではない。あまり調子づいていると暗黒魔法の餌食だから。とにかく、あまり更新していないとネタも集まりが悪くなるのは必然。きちんと活動していれば、おのずと人も集まるはずよ。ところで、当初ではない普通のメールも来ているのね。
新聞部井上、知り合い？噂を聞いたことがあるわね。知り合いだったの？見てみましょう。ネタをゲットしたわね。私が言っていたのはこういうことよ。選べる立場なの？一人で調査するのが怖いなら友達でも誘いなさい。しばらくそうやって遊んでいるといいわ。多少のトラブルはこちらで吸ってあげるわ。見えも聞こえもするわけないでしょ。コーヒーメーカー使えないけど。ちはやがいじってたら壊れたのよ。ほら、これダイヤルがバカになってる。もったいない。治るなら治すべきだわ。やらないわよ。仕方ないわね。
買い替えましょう。愛着ってものがあるのよ。それにご存知？長く使われたものには霊が宿るの。つくも神って言ってね。荒ぶれば妖怪、多く災いをもたらし、なぎれば神、幸をもたらす。どこの国でも似たような話はあるわ。あと80年ちょっとじゃない。案外その宿る霊ってのは使っていた人間そのものだったりね。素敵じゃない。ま、廃棄。中身も一緒に捨てといて。が魔女。口の動き大きいから分かりやすい。あなたなんぞが私を使うつもり？身の程知らずもいいところね。見てたわ。すごいわね、あなた。
じゃあ、茜よ。よろしく。こちらこそよろしく。楽しいって言われてもね、部外者はあまり。はいはい、だだっこの相手は嫌よ。よくわからんが、やったのか。ああ、別にいいけど、責任あなたが取りなさいよね。私は言ったわよ。私はコタロウの手伝い。